世の中は実に醜いのです。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はもうヨボヨボで一軒とも歩けません。他の鳥はもうヨダカの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、ヨダカよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などヨダカに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などいつでもヨダカの真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まああのざまをご覧、本当に鳥の仲間のつらい恩師だよ。ねえ、まああの口の大きいことさ、きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おお、ヨダカでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さな鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがヨダカは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってヨダカはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、ヨダカはハムシを取って食べるのでした。それにヨダカには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもヨダカを怖がるはずはなかったのです。それならタカという名のついたことは不思議なようですが、これは一つはヨダカの羽がむやみに強くて風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くてやはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから夜中の顔さえ見ると肩を怒らせて早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹がヨダカの家へやってまいりました。おい、いるかい。お前まだ名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく、お前は曇って薄暗いしか夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。鷹さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様から下すったのです。いや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてやるんだ。さあ返せ。鷹さん、無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵というんだ。一蔵とな、いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。もし明後日の朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐ掴み殺すぞ。掴み殺してしまうからそう思え。俺は明後日の朝早く鳥の家を一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いてやる。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。
そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何も悪いことをしたことはない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやるんだ。そしたらメジロは赤ん坊をまるで盗っ人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんて辛い話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。夜中は巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。夜中はまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかに夜中は口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに夜中はひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり向こうの山には山焼けの日が真っ赤です。夜中が思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの日が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがヨダカの喉に入りました。そしてまるでヨダカの喉を引っかいてバタバタしました。ヨダカはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとしてヨダカは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああつらいつらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうへ行ってしまおう。山焼けの日はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。夜中はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んで行きました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜中の降りてきたのを見て言いました。兄さんこんばんは。なんか急のご用ですか。いや僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。いやそれはねもう仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もねどうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。それなら、兄さん、どうしたんです。ま、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。
八つずめ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽焼けを揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました。よだかはグラグラするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さーん、お日さーん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。おう、お前はよだかだな。なるほど、ずいぶん辛かろう。今夜空を飛んで星にそう頼んでもらう。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところに連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まってもう一点飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところに連れてってください。焼けて死んでも構いません。お犬は青や紫や黄や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなもんだ。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大馬星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大馬星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度
東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは王府に言いました。いや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲うときするようにブルッと体を揺すって毛を逆立てました。それからキシー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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに空を見上げました。夜中はどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。夜中は登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせらしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不意物のようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもういっぺん空を見ました。そうです、これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかも分かりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、よだかははっきり眼を開きました。そして、自分の体が今、輪の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そして、よだかの星は燃え続けました。いつまでも、いつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。